鹿児島県道46号阿久根統合線は、鹿児島県阿久根市栄町から薩摩仙台市統合町小野淵に至る県道である。横座トンネルが開通するまでは、市境の横座峠で分断されていた。国道3号から国道267号方面への抜け道として利用される。路線上にある横座トンネルについては、横座トンネルを参照。 横座トンネル横座トンネルは、阿久根市鶴川内矢前継から、薩摩仙台市東郷町、藤川までを結ぶ県道46号阿久根、東郷線のトンネルである。1997年3月31日に開通。全長は1292メートル。AM ラジオは聴取することができるが FM は未対応である。また、 各方面の高校付近に回転所が設置されている。阿久根川にはトイレ付きの休憩所がある。高速道路などの高規格幹線道路を除いた鹿児島県内の道路トンネルとしては10番目に長いトンネルである。起点の阿久根市栄町付近は商店街などが並ぶ市街地である。従来の起点から900メートルほどの区間は福音が狭かったが2011年9月20日に それまでの起点より、鹿児島側に従来のルートのバイパスとして900メートルが開通した。それまでこの区間は必殺オレンジ鉄道の踏切を通っていたが、バイパスルートでは古戦橋で渡るようになっている。これにより、県道46号のすべての区間が2車線となった。悪ク市街と横座トンネルまでの一部の区間では、急坂があるため、非常避難所や、 都販車線が設置されている区間もある。全体的に農村地域のため田園が多く川と接している。横座トンネル付近は住居がまばらになる。横座トンネルの傍らにある道路は以前トンネルが完成するまで県道となっていた区間であり、1973年までは、宇と川わタ田ロアクネ線として、 現在の薩摩仙台市高城町までが県道として認定されていた。横座トンネルより藤川天神の入り口付近までは住居はまばらで、横座トンネル付近には廃墟が目立つ。平成18年7月号によってこの区間で崖崩れが発生し片側交互通行を余儀なくされていたが復旧している。藤川天神入り口から統合商火の区間にかけて住居も増えてくる。 この区間はすべて片側一車線で広く直線部分も多い。ありがとうございます。